わかるよ。ほんで国会議員ってね、権限は何もない。みんななんか勘違いしてる。権限、権力があるって思いますけど、何にもない。本当ですか。うん、ただし大臣なとか、はい、そういう行政の長になると、はいはい、多少の権限はある。なるほど、ね、だけど一議員に何の権限もない。一議員が何の権限があるか言ったら、何百万何千万の人の代表でハンコを押すだけで。そうなんです。要するに賛成か反対か、この法案もね、うん、賛成しますか反対しますかと。1億2千万の人が国会に行けないじゃん、はい、投票できないじゃん、はい、だからそれを代わりにやるのが議員なんだ。だから世の中が回ってるいろんなあの法律だとかなんとかで、はいはい、福祉だとかいろんなものを含めた法律を毎年毎年改正した時にこれでいいのかと、給付金がなんぼでいいのかとかっていうことを国会で審議したら、賛成か反対かを議員が代わりにしてやるだけが仕事なんですよ。なるほど。たったそれだけの仕事なんだよ。で、ただしこういう法律がいいですよとか、こういうことが世の中になりますよっていうようなことを発議する、ね、要するにこういう法律をやりましょうというために、そのためには民主主義だから、はい、数が多い方で決まっていくっていう、ね、もう原則そうなんだよ。それあのちっちゃなことあっちがだわっちがだわさ、足引っ張り出して国会議員で何の権限もそうですね。議員4年しかないんだよ、うん、国会議員になるのに何ぼ金かかると思う。どのぐらい今度参議院議員に出るとしたら、うん、ね、自分一人で出ようと思ったら億かかりますよね。いやまあそのとりあえず私出してくださいって言って600万持っていかないんですよ。あ、それだけで、うん、選挙に出ますからって600万持っていかない。それか持っていかなかったら ただ出てるだけだ。選挙運動一切できない。ポスターも貼れない。で衆議院が400万円、政党要件というのがあって、政党としてこう看板かけて選挙カーで行く場合は10人候補者立てないから、はい、まあ、比例だったらね。で比例の場合だと10人立てると600万だから6000万いるわけ。誰出す？金かかりますね選挙。で朝から晩までね、あの金使ってガンガンやってやっと議員になったと。それ今言うように何千万もかかったり1億もかかったりする人がいるわけ。それ100万200万もらって元取れる？取れないですよね。取れませんよ。だから世の中よくしようとかそういう意気に燃えてないと、うん、それかあとは利益の代表、医師会の代表もいるわけで、ね、国会に、うん、ね、各労働組合の代表の、はいはい、トヨタ日産、はい、ね、ああいうところの代表者が国会にいっぱいいるんだよ、うん、まあ、法を通すためにね、自分たち都合のいいね、はいはい、道路交通法とかだ、ね、まあ、仮にとよ。だそういう仕事なんだから、それなんでそれをもっと言わないの。熱いですね江本さん。いやいや俺専門家だ。俺専門家だ。野球より熱いな。いやいやいや、いや興味あるなと思って。いや全然今度教えるよ。だから野球政治塾ってのを作るから。いやそれ面白いと思いますよ。俺投手だ、副投手したら。いやいいですよ。いやそれ江本さんね、いろんな組織を見てきたじゃないですか、うん、それを踏まえて野球の組織って今どうですか。野球の組織、はい、いや相も変わらず球団依然としてる、ね、どこを改革したらいいですか。まあやっぱ球団の組織だろうな、ね、一つ。あの組織もそうなんだけど、なんで組織が変われないかって言ったら、アメリカのようにファイナンスじゃないでしょ、うん、球団が、はい、要するに複数オーナーがいて、はいはい、お金うちが持ち寄って、はい、一つのグループを作って、はい、その筆頭のオーナーが球団のオーナーになると、うん、名目上、はい、でこの人じゃみんな金集めてどんどん金つい込んで、はい、いいチームを作って、はい、そのファイナンス の価値が上がったら、はい、次のグループに売って、はい、その上がりをみんな取るっていうのが、はい、アメリカの球団のビジネスでしょ、はい、だから日本の場合は社会人やけど一緒だから、一つの企業、ね、親会社がいて、はいはい、で赤字だったら親会社が補填して税金対策なんですが、これが日本の球界ので、最近はよく球団が独立採算とか言うけどね、はい、知れてるよね、グッズ売ったとかチーム、まあ、まあ確かに知れてますね。選手何人分かの年俸しかないです、まあ、確かにそうですね、うん、アメリカがじゃあ年俸に10億とか20億の選手がね、はい、なんでいるかって言ったらファイナンスだからですよ、うん、アメリカ30球団の放映権一括するでしょ、はい、NPB、はいはい、で赤字の球団に全部分配するから、赤字はなくなるわけです、はいはい、だからガラガラじゃない今メジャーリーグの、まあ そうですね、そんなことばっかりやってるから、はいはい、しかしビジネスはすごいわけ。だからまあ成立はしてるということですね、うん、そうそうそう、はい、だから日本も少し転換しないか、うん、要するにその一社がやる、はいはい、ソフトバンク、はい、読売新聞、はい、阪神電鉄、はい、いやそうじゃない、もうグループで、うん、まあ、阪神は阪急になったから、
まあ2社がいるけど、はい、だから本当はもっといっぱい大金持ちがね、みんな集まって、それはできたらマイナー組織ができるんですよ。なるほど、ね、うん、だから独立が俺、まあ、一応総監督四国でここ優勝したけどね、はいはい、でもやっぱり田舎の企業に寄付ください寄付くださいって、そういうだけでやってるから、うん、で客だって1000円でしょ、はい、1万人も入らないんだから、そうですね、うん、だからそれもう大変ですよ。そういうのがファイナンスシステムにするとやっぱり底辺まで成り立つんですよ。なるほど、ね、そういうことを分かって16球団増やしたらって言えばいいのに、そういうこと何にも分からないで夢物語のようなことを言う人いたでしょ。いますね、うん、あのトンチンカンもいいとこなんで、ね、4球団増やすは大変ですよね。だから全く分かってない経済のこと。なるほど、組織は分かってない。さあ社会人野球もね、かつて俺がいたぐらい280チームあって、はい、今は90チームぐらいしかないでしょ。そう、3分の1ぐらいになってますよね、うん、あとその入れ替わったのは今独立リーグとかね、はいはい、クラブチームとか、はいはい、全人も何もならん、はい、だ野球の人気ってのはやっぱり、まあ、数はそんなに変わらないかもしれないけど、企業があの球団とか持たなくなっちゃった。なるほど、 球団っていうかその野球のチームもね、コミュニティの方がやっぱりそれをやっていかなきゃいけないということですか。まあ、12球団のオーナーが心入れ替えてくれないと、コミッショナーなんてそんな分かってね。なるほど、全く。だからコミッショナー組織も昔からずっと法曹界っていう、まあ、要するにその法律家だとか、はい、今は経団連の出身のオーナーだけど、でもね、政府と割り方つながってたんで、今度のコロナ騒動で割り方よくやってくれた、うん、だけど横に座ってても分かんないじゃん、どこのおっさんが。まあそろそろ、ほらノブさんのノブさんのさあのあれの時も例えば1つ2つぐらいそこにいたんだけどさ、どこの味か分かんない、一番前にとなんで俺が筆頭の長寿だろだから普通ならまあどう思うって挨拶するじゃん隣の古田とさ、高津が、いや、いいですよね、何言うか分かんないから、それ聞いてから喋りなさいって言ってさ、いや、俺はちゃんと出来上がってんだよって、さすがの加藤に書かして、それでさ、それで一瞬分かんないんだもん。なるほど、ね、まあ、コミッショナー、ああ、それじゃダメでしょ。まあ、絶対そうですね。だから、この人仕事はできる人なんだけど、球界のこと分かってない、ここにいました。でもやっぱりこうそろそろ改革しなきゃいけない。改革しなきゃいけないんですよ。そうですよね。その通り、まあなんとなくわかるでしょ。わかりました。いや今話を聞いたらすごくわかりましたよ。あの、まあ、組織もそうだし、はい、NPB という要するにそのコミッショナー組織自体もやっぱ変わらんなんですよ。まあそうですね。まあ見てる人はものすごくわかったと思います。ああ、分かってる。メジャーのあり方と日本のやり方が全く違うというね。まあ、まあ簡単にね。まあ経済の仕組みとか。まあ、もっと詳しいことが分かりたければ本屋でも行ってね、よくメジャーリーグのこと書いてる人もいるからそれ見ればいいんで。自分の本を宣伝したらどうですか。いや本もう今ないな、ちょっともう80冊だからね。もう出したんですか。いやいや言わないでね、80冊出してもうちょっともういいかなみたいな。ネタがなくなってきたんだ最近。そうですよね、うん、でも今そういう話をしたらどうですか。いやそれもいっぱい書いてるんだ。あ、書いてるんですね、うん、いかに読んでないからさ。そうそう、みんなが読んでないから怒られそうですよ、ね、俺ぐらいの本を書いたのをね読まないってのは本当はね野球界はダメだよね、はい、うん、すみませんでした。いやいや、それで、はい、それもっとね政治のことを言うとね、今あのトトカルチョってやってるでしょ。あ、やってます。あれ年間にね今ね1000億上がるんですよ、うん、あれは誰が作ったかっていう話なんです。エモさんです。いや、もちろん国会議員が作ったんですよ、うん、国会議員がこれやりましょうって作って国会で法律を通して公営ギャンブルの、ね、一つとして、その成立したわけ、はい、でそのことによって税金でないお金がスポーツ界にオリンピックとかにいっぱい。そうそう、この功績は本当は大きいんだけど、いや誰も褒めないんだよ。いやだから江本さんが発起人ですもんね。いや発起人じゃなく、うん、発起人なんだけど、あの頃ね、あの J リーグのね、はい、川口さんが、はい、やっぱりあのちょっとしてたの、ね、うん、あのトトカルチョって やった方がいいよ。そうですね。そこから麻生さんってやったから、はいはい、あの人はね元オリンピック選手だ、麻生さんって。これの本当ですか。そうそう、でスポーツはすごい造形が深い。議員の中にね、あのスポーツ議員連盟っていうのは、はいはい、もう超党派でね、はいはい、でこれ数も多いわけ、270人、はい、でその中でプロジェクトチームを作って、はい、サッカーくじのね、うん、トトカルチョチームを作ろうと言って、はいはい、俺がまあ野党の筆頭理事で、はい、それでこっち側はハセってあの、はい、プロレスだったの自民党ので、彼らと2人で中でチーム作って、12球団の球団からボロクソに言われたからね俺。いやでももう野球とかサッカーじゃないんだよ、スポーツ全体の、はい、日本のスポーツ界にいかに進行するのにお金がいるかっていうのはね、はい、税金じゃダメだから、まあ、そうです、予算が少ない、はいはい、
だから諸外国はみんなそういうことでスポーツを進行して子どもの野球とかね、はい、っていうことをいくらやっても分かんない日本のそういう人たちは。いやでもそうやってね資金を集めて底辺広げていけば、うん、もっと優秀な選手も上がってくるし、そうなんですよ。スポーツももっとね、そうそうそう、広がっていくというね。だからその野球だけじゃないよ、もちろんそのサッカーも含めて年間で100万200万の予算でできるスポーツなんていうのがいっぱいあるわけですよ、はいはい、そういうところに補助してあげて、ね、そうですね、このスポーツ振興っていうのをこうやるっていうのも、ね、政治の大きな力なんだ、うん、そうですね、ちょっと真面目な話で申し訳ないけど、いやいやいや、あのみんな分かってないんで、で言っても分かんないんだよなかなか、うん、だから、まあ、そんなことをやったんで要するに政治なんかやってもね自己満足しかないんだよ、うん、成果なんて何も誰も評価しない。で金もらいすぎだとかね、年金がどもらいすぎだ、年金なんて廃止になっちゃったんだよ。年金なんて10年間10万3000円かけ続けて初めてもらえるんですよ。分かる、はい、さっきの給料の120万から毎月10万なんか引かれるんですよ、はい、10万3000円引かれる年金なんてある、年金料ってないですよね。それも10年かけなかったら9年だったらないんですよ。だからそういうことをちゃんと報道しないと。なるほど、ね、もう悪いことばっかり報道してるから、そういうほら俺はもう うっぷんがちょっと溜まってるからねついつい野球であの野球であの辛口になるんですか。なるほどね、まあ、申し訳ない。まあ江本さんもあの同時配信してるのかな、 YouTube チャンネルをやられてね、両方見てください。それと江本さんの方にも飛んでチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。